はい、こんにちは、東京アクチャンネルです。今日はね、検証です。加点、加点とは、詳しい、加点のあの話はちょっとテロップ打っときますんで、そこ読んでいただいたらいいんですけど、いわゆるこれですね、この桃にあるこのブツブツ、これが加点といって、いわゆる甘い証拠ですね。糖度が高ければ高いほど桃がこういう状況になるんですが、これがね、ちょっといろいろ賛否両論あって、正直ね、見た目があんまり綺麗じゃない、ね、でも本当はすごい甘いのに、なんかこの見た目で、これね、あのお取引先さんとかのお店によってちょっと状況変わるんですけど、この加点が入ってる桃、すごい、あ、それ美味しそう、それちょうだいって言ってくれるお店さんもあれば、逆にちょっとそれはもう見た目があんまり良くないので、もう B 品っていう扱いで、傷の扱いでお願いしますって言われるところもあるので、なるべく僕らは高く取ってくれるところへ、搬入っていうか、仕入れしていただいてるんですけど、とりあえず、これね、どれぐらい甘いのかちょっと検証してみよう。これは、品種はね、 CX っていう品種なんで、それではちょっとね、実際糖度計で、ここでね、よいしょ、これです。これで、実際ここを桃を切って、で、果汁をここに垂らすと、でここからね、こうやって覗くとね、糖度が何度あるっていうのが分かるので、加点は本当にすごいのか説を今日は試してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは1個ね、切ってみましょう。食べるのが目的じゃなくて、糖度測るのが目的なので、ここに汁を垂らします。はい、そしてこうこんな感じで汁を、これね、はい、果汁垂らして蓋閉めるだけです。これでこっちから覗くと糖度が、こう向けて、こうやってもらおうか、こう、ちょっと待って、こうやって持っといて、こうやって、でカメラとこな、ここか、いい、こうやって見ると、お、ピントがこれで合ってくれれば揺れとるぞちょっと、あ、惜しい、あ、ちょっと待って、俺が揺れとん、これ、じゃじゃん、20、ここ22度近くありますよ、 21.8 ぐらい、こんな感じです。見ていただけましたか、これが、加点の、印っていうか、はい。だからね、皆さんもね、お店で見つければ、こういうね、加点が入ったものを見つければ、あれ、ちょっとブツブツがあるぞとか思わずに、もう迷わず買ってもらって食べていただければ、これ甘い印なので、そういうのを今証明してみましょうというか、検証を見ていただきました。加点は本当に美味しいのか説。はい。ということで、加点は美味しいということが分かりました。それでは皆さん、ちょっとね、直売所とかあの辺で桃を探す楽しみが一個増えたんじゃないかなと思いますので、一回探してみてください。これ加点っていうやつですね、うん、これすごい美味しい証拠です。それでは本日はこんな感じで終了します。ありがとうございました。